どうも、もちです。今日はですね、愛子さんのカブトムシのコード進行を分析しつつ、音楽理論を用いて解説してみようっていうね、そういうお話でございます。で、この愛子さんのね、カブトムシなんですけど、これは愛子さんの結構初期の頃のね、作品ですけども、コード進行ね、すごく凝ってます。はっきり言って、この1曲だけでもかなりね、きちんと分析できれば得るものはとても多いんじゃないかなと思いますね。で、こういう曲こそね、どんどん分析して自分の血肉にしていくといいと思いますね。で、愛子さんのカブトムシ、前編解説をやってみようと思うんですが、一気にやってしまうとね、とてもとても消化できないほど長くなりすぎるので、今回はイントロだけ。では、まず早速、イントロのコード進行からちょっと行ってみたいと思います。まずちょっと聞いてみてください。イントロだけですね。ここまでがね、イントロになります。で、イントロにして早くもうかなりね、凝ってます。それで行ってみたいと思います。まず、ここまではね、これはもうダイアトニックコードですよね。1度、2度マイナー、3度マイナーですね。で、その後いきなりこれ E マイナーから E のサス4行って E に行くっていう、この流れ。じゃあこの E サス4と E、 これは何かっていうと、これはですね、次のこの A マイナーに行くためのセカンダリードミナントですね。つまり3度7、6度マイナーになっているってことですね。じゃあその A マイナー7、A マイナーの次の F シャープ分の D を着てますが、これは何なのかっていうとですね、これは D の、本来こうですけど、 D のルートが F シャープがルートに来てる、いわゆる展開系のパターンですね。で、じゃあこの D って何なのかというと、これはダイアトニックコードではありませんね。ダイアトニックコードであれば、本来ね、D マイナー7ですからね。でもこれが D になっている。で、これは何かというと、その次 G 分の D マイナー7って来てるわけですね。で、この G 分の D マイナー7というのは G7 ね、G7、5度7、これの代理なんですね。これの代わりに使っている、性格としてはドミナントですね。5度7の代理、ドミナントの代わりに使っているわけです。だからつまりここに行くためのセカンダリードミナントなので、こうなっていくわけですね。なんでルートをこうじゃなくてこうしてるのかっていうと、その次が G 分のですから、この半音のこの流れを作りたかった。これが一番大きな理由。で、ちょっともう一回まとめるとですね、 E から A マイナーに来て、そして D に来てる、そして G 分の D マイナー7に来ていると。なんですが、ここね、すごく、音楽理論上複雑な構造。聞いてる分にはね、もう大した話じゃないんですけど、スラーと流れていけばもうそのまんまですけどね。音楽理論上すごくね、ここ深いんですよね。何が深いのかというと、まず A マイナーの前にある、この前にあるこれですよね。この E から A マイナーで、これはこの A マイナーを1と見なした時に、これが5度7になっているよってことなんですよね。だからセカンダリードミナントなんですけど、じゃあこの D、 こうですけど、 F シャープ分の D、 つまり D から見たら A マイナーって何なのって、実はこれね、この F シャープ分の D が5度7、つまりここに行くね、セカンダリードミナントということは、こいつを1と見なした時のこれが5度7。じゃあこれを5度7と見なしたら、じゃあこの A マイナー7は何なのか、2度マイナー7ですよね。ということは、これが2、5、1、こうなってるってことなんですね。だから、もう一回まとめますよ。もう一回まとめると、これを1とした時、これは5だから、
これがセカンダリドミナントになってるわけですね。だけど最終的な行き着く先として、これこのね G 分の Dm7 を1と見直した時に、これ F シャープ分の D、 これが5になるわけですよね。セカンダリドミナント5になります。そうするとこれを5と見なすと、この Am7 は2ということになります。だから2 5 1ということですね。なのでですね、まあここまで面倒くさくね覚えなくてもいいと思うんですが、まあ、スティーリーダウンをね解説しているわけではありませんから、まあでも例えばですね、この Am7 こっから見ると、この E7 から見るとこれ1になってるけど、最終的なここから見るとこれは2になっているっていうのを、これ1 2 2と言いますね。一方から見ると1なんだけど、もう一方から見ると2になっているってね、はい。そしてですね、この D7 からこれで、この A メロの頭が C なんですね。でこれが当然ここにドミナントモーションがあるわけですね。5度7の1度、だからこうこういうことなんですね。でここ2度7、5度7、1度、つまりここ5ドッペルドミナントになってるってことですね。で最後この G 分の Dm7 ですが、これが G7 の代理、つまり5度7の代理として使えるっていうのは、まあ、本来はこうなわけですね。だからこうなるんですよ本当はね。それをあえてこうしてるわけですね。こういうふうにしているんですよ。なんでこれこうしているのかっていうと、これはですね、ユーミンもよくやる、まあ、いわゆるユーミンコードなんですけどね、はっきりとこのここのこの曲のキーが C ですよっていうのをね言いたくないわけですよ。なのでふわっとさせたいわけです、ここをね。ところがここで G7C ってやっちゃうと、まあ、あるいはもう2度7 G7、 もうこれやってしまうと、ドミナントってそのキーの中で一つしかないわけですよね。だからそれを提示してしまうと、もうそのキーが何であるかっていうのがものすごく明確になってしまう。それをしたくないわけですよね。じゃあなぜそのドミナントを提示してしまうとキーがはっきりしてしまうのか、その辺をちょっとお話ししますが、 G7 っていうのは、 G7 っていうか5度7っていうのはですね、ドミナントっていうのは、まあ、こうですね。で、まあ、もうここに置きましょうか。こうですね。これドミナントっていうのは日本語に訳すとですね、不安定とかってね訳されるんですけども、一方でトニックっていうのはこれが安定ですよね。これ安定、要は不安定から安定に行くわけですよ。でその時のドミナントの不安定さはどっから来てるのかっていうと、これのここから来てます。3度と7度から来てます。この音程何かっていうとトライトーンなんですね。このトライトーン、もうこうサウンド聞いていただいても分かる通り不安定なんですよね。このドミナントからトニックっていう動きがなぜ不安定から安定をもたらすのかっていうと、このトライトーンがですね、ここのこっちがここに来てトニックのルートに移動する。そしてこいつがトライトーンのもう片割れのこっちがここに移動することによってトニックの3度に解決する、半音動いてね、これがこうなるわけです。このサウンド聞いただけでも不安定安定って感じませんか、まあ、感じませんと言われたらこれはこの話終わるんですが、音楽理論上はこれがいわゆるもうドミナントモーションの土台の話、5度から1度でも、これをやってしまうと思いっきり地面にドジャって着地しちゃうんですよね。キーが分かっちゃう。でそれをふんわりしたいんですね。考えてみていただきたいのが、この愛子さんのカブトムシにしてもユーミンの曲にしてもですよ、ちょっとふわっとしてるじゃないですか。おしゃれというかね、ロックみたいな泥臭さがねちょっとないわけですよね。だからあんまりこのドミナント感をガッチガチに出したくはないわけですよ。でその時に出てきて活躍してくれるのがいわゆるユーミンコード、これですね。
そしてこうで、こういうあのこれ G 分の Dm7 なので、まあ、もうちょっと分かりやすくやりますとこうですね。ルートが G で、でその上に Dm7 はこうやって乗っかってるわけですよ。これね、トライトーンありますって話ないんですよね。トライトーンがこの構成音の中にトライトーンがない、トライトーンがないということは解決感が薄い、つまり不安定さがないんですよ。このユーミンコードにはそもそも論ね、不安定感がない以上をここに行った時の解決感、ビタッと着地する感じ、もう内村航平みたいなビタッと着地する感じはそんなになくてふわーっと飛んでふわーっと降りる感じなんですよね。でこれが演出したいからこのユーミンコードを使うっていうことですね。かなり濃かったですね、たったこんだけで。イントロからこの濃さね、ちょっとそれを踏まえてもう一回イントロちょっと聞いていただきたいと思います。ということでイントロだけで予想外にね長くなってしまいましたが、 A メロ B メロサビまで随時アップしていきますので、続きが見たいという方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。もっちでした。